日立大宮市鳥の子付近日立大宮市、小田野付近中川町、大那寺付近茨城県道、栃木県道二百三十四号小田野大那寺線は、茨城県日立大宮市から、栃木県那須郡中川町に至る、一般県道である。茨城県日立大宮市三和地域の中心部から同市、小田野を経由し、茨城・栃木県境にある江坊市係峠を越えて、 栃木県中川町で最も東にある集落である大な寺に至る道路。県境の峠道は行き違い困難な一車線の道路となっており、通行には十分な注意を要する。1959年10月14日、新たな県道として、茨城県中郡三輪村大畑小田の口を起点とし、栃木県那須郡馬頭町中の壺を終点とする。 区間を本路線とする県道大田野口中の坪線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号234となり、2008年に路線名称を県道大田の大なじ線に改称した。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 AB、道路の区域変更、共用開始、茨城県法号外第157号、ピアニッシモ、2から3、ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定、茨城県法、号外10月14日より、県道の路線名及び、整理番号の変更、 茨城県法、第637号ピアニッシモ8から12道路の共用の開始茨城県法、第1448号 P24 県道の路線名の変更平成20年3月21日茨城県告示、第403号茨城県法、第1961号 P59 ありがとうございます